はい、じゃあそれではですね、本日はですね、予備試験の令和、5年の、最終合格を果たした大学生の方に、インタビューということで、進めさせていただきます。まず、今年の令和5年の予備試験の方ですね、最終合格されたということで、まず簡単にでいいので自己紹介お願いしていいですか。はい、東京大学の文化一類の2年生で、今年の4月に、3年生として法学部に進学予定です。で、そうですね、将来は弁護士を志望しております、レックとの関係だ と,、私の1年コースかな。はい、そうですね。で、去年の1年コースで、受講して、で、まあ、受講後の1回目で合格っていう感じですかね。はい、はい、じゃあ、大学に入った時にじゃあもうレックでもう司法試験の勉強を始めたっていう形になるんですかね。あ、そうですね。じゃあなんかその、まあ、予備試験って、まあ、急に司法試験になるとは思うんですけれども、まあ、目指すきっかけっていうのはどんな感じだったんですか。はい、高3の頃にそのニュースとかで取り上げられていた、うん、その GAFA、Google などのデジタルプラットフォームをめぐるその問題、うん、社会問題みたいなのを興味を持って、うん、それで競争法っていう法律分野を、うん、知りました。で、それでその企業法務や、うん、まあ、企業活動に関われるような弁護士になりたいなというふうに思って法曹を目指すということ、という経緯です。うん、そうすると大学にも入る時にはもう弁護士っていう、まあ、一応進路っていうのはもう念頭に入れて大学に入ったって感じですか。そうですね、はい。じゃあもう大学に入った時にもうある程度はもう弁護士になるために、まあ、予備試験の勉強っていうのはもうすでに始めようっていう感じではいたんですね。はい、そうです。で、それでまあレックの方に、まあ、大学1年の時か大学1年の時にまあ入られたと思うんだけど、まあ、レックって、まあ、ぶっちゃけなし知名度的にはね、そうでもないじゃないですか。そもそもなんか大学に上がる時レックって知ってました？あ、知ってました。あ、本当？それは、うん、先輩の知り合いの先輩がちょうどレックの2つ上の、うん、田中クラス1年合格コースで1年で合格されていたので、それでレックのなんか、うん、結構受かるコースがあるんだなっていう、うん、はい、ことで知っておりました。じゃあもともと最初に、なんか説明会とか来た時にはもうレックっていうのは一応知ってる感じで、あ、こういうコースがあるっていうのでもう一回問い合わせてみたって感じだったんですね。そうですね。で、結局まあレックには体験授業出てたよね、はい、確かね。で、体験を経て、でそれでまあ多分その後に、申し込んで通学始めたと思うんですけど、まあ、レック選んだきっかけみたいのは何かあります？あ、そうですね、一番はその体験授業とかで、うん、その全部田中先生が担当されるということだったんで、うん、まあ、担当の田中先生との相性がすごい良さそうだったというのがまあ一番かなと思います、うん。まあ、それに加えて、まあ、一つはこの通学の制度がすごい充実しているので、うん、僕はその1年生でなんかサークルとかいろいろ誘惑がある中でちゃんと通い続けて、この自分の、まあ、そうですね、スケジュール的にそのちゃんとサポートしてくれるような、まあ、予備校だなっていうのが一つです。で、あともう一つはその1年合格コースっていうのをそのすごいアピールっていうか目打ってる予備校ってあんまなくて、そういう点でこの2年合格するなら1年じゃないみたいな、そういうノリのレックは結構珍しくて、その頑張れるなとっていうのがもう一つの理由です。ちなみに1年コースのカリキュラム、まあ、今年はちょっとカリキュラムちょっと変わって、まあ、週3回ぐらいになるんですよ。1年スマートっていう形でちょっと試験日程が後ろに下がる関係から学習期間伸びるんで、だいたい週3コマ4コマみたいな感じではあるんですけど、ちょうど申し込まれる時の1年コースっていうのは本当のなんかガチガチの1年コースで、多分週それこそ5日ぐらい通うようなコースじゃないですか。その入門講座から論文対策まで行くと、はい、で実際にスケジュール上そのなんかカリキュラム見るじゃない、はい、週5日ぐらいの講義行けるって思いました。いや、僕はなんか結構ノリでまあ行けるんじゃないかなみたいな感じで申し込んだんで、うん、そんなに深く考えなかったんですけど、うんうん、なんかそのお金を親が払ってくれたんで、親はなんか本当に大丈夫なのかみたいな感じでちょっと言われたりもしたんですけど、まあ、なんとかやることができたという感じですね、はい。ちなみに通学っていうのがまあ大きいって言ったじゃないですか、はい。なんかその、まあ、予備校だと通信っていう選択肢もあると思うんですよ。で、おそらくまあ大学で同じように司法試験に目指される方っていうのは、まあ、通学だとまあレックとまあすごく大きいところあるじゃない、うん、まあ、そのあたりのところっていうところで通われると思うんだけど、通信使われる方は結構いると思うんですよ、はい。なんか実際なんか通信と通学っていう時にその最初に通学っていうふうに選択をある程度絞ったじゃないですか、はい。なんかその場合積極的な理由みたいなのあるんですか？あ、そうですね、一
つ積極的で一つ消極的なので、うん、ちょっと積極的な理由から言うと、うん、まあ、その通学だと、うん、まあ、その物理的にここに行くっていうことさえすれば授業を受けるっていうことができるんで、うん、まあ、その通信だと、まあ、一回なんか一時停止しちゃって、うん、それでなんかやる気なくなって授業のなんか3分の1くらいを見て、うん、それで終わりみたいなことが起きてしまうっていうリスクがあると思うんですけど、まあ、そういうのがないと、うん、でその通学の例えば入門コース、うん、入門コースが週3回あったと思うんですけど、うん、 そうですね、まあ、それだけは最低限と論文指導を、うん、まあ、その土曜日に入門講座と連続してあったので、うん、まあ、その月曜日と水曜日と土曜日だけは行こうみたいなところを最低限決めてしまうと意外に楽っていうのが、うん、あのでいいのかなっていうのが、まあ、結構積極的な理由です、うん、でその理由として消極的な理由を言うと、まあ、レックは、まあ、通学だけっていう縛りはなくて、うん、その Zoom であのライブ の、うん、その同時中継みたいな感じで Zoom もあるし、うん、その録画もあるということで、うん、まあ、その困ったらっていうか時間がなかったら、うん、あの後で見るってこともできるし、うんうん、家でズームで受けるってこともできるんで、うん、まあ、両方できるならどうせなら通学オプションがあるような予備校がいいかなということも理由としてあります、うん、まあ、大学からだと大体語源終わってからみたいな感じ。あ、そうですね、よくあの6時35分に語源が終わるちょっと遅れていつも参加してたかなと思います、うん、だから6弦7弦ぐらいのノリだよね。もうそういう感じでもう、はい、なんか日常生活入れちゃったっていう感じですかね。ちなみになんかあの、まあ、レックの通学とかさっき、まあ、面倒見の話っていうのが出てきたんですけれども、まあ、カリキュラム的なところとかではなんか気に入ったところってあります？あ、そうですね、まあ、その1年で合格するとなると、うん、まあ、その量としてはどうしても大きくなってしまうと思うんですけど、うん、まあ、その田中先生 の、 その1年合格コースは、うん、最初から全部詰めるみたいなことはなくて、うん、まあ、その最初のオリエンテーションというか体験授業の時も説明してくださったと思うんですけど、うん、まあ、その担当みたいに深くあの、うん、あの広く浅くやるような知識っていうのを後回しにして、うん、論文で最低限必要なところを深く入門講座でやるというようなカリキュラムだったので、うん、もうそのテキストの量とかも他の、うん、あの他の予備校の友達のやつとか見てもなんか全然田中クラスの方が薄くてこの見やすいということがあるので、まあただこの必要最低限のこと書いてあって、この論文討論とかやっててもあの分かんなかったっていう知識は大体書いてあるちょっと不思議なんですけど、そのそういう意味でそうですね、あのやる気を失うみたいなことはなくて、このくらいの量ならできるんじゃないかっていうことくらいのなんかそのモチベーションの維持ができるようなテキスト量で、まあちゃんとカリキュラムが組まれているっていうのはとても良いかなと思います。まあ、逆に担当の時ちょっとあれってならなかった。あ、そうなんですよ。そうね、商法とかね、そんなの知らないみたいなのが連続するっていう、だからそこはメリハリだよ ね、 そうですね、まあ、だからそこの部分を入門でやるか後ろでやるかの違いでしょうか、ね、そうですね、後ろでやった方がいいっていうメリットは多分あると思ってて、うん、その入門だと何も知らないっていう、うん、このどういう法律なのかっていうなんか大まかなこのメタ的なところが何も分かってない状態から細かい知識入れられるよりは、うん、その大枠が決まった上で、うん、その担当講座で細かい知識入れてた方が、うん、多分自分としてもその理解が深まるっていうか、うん、理解が定着しやすいと思うんですよ、うん、だからそういう意味でも、まあ、理にかなってるかなと思います、うん、まあ、そうよね、はい、そのなんか知識で論文書くわけじゃないからね。いや、そうなんですよ ね、 ね、はい、じゃあ、一応じゃあ1年間でずっとやってたけど、まあ、おそらくその、まあ、周りで、まあ、予備試験目指される方って結構いました？あんまりいなかったですねじゃあそういう中で、まあ、なんかモチベーションとかを、まあ、1年間、まあ、試験まで本番論文まで考えていくと1年半が近くあると思うんだけど、はい、その間でなんかモチベーションの維持とか、まあ、ちょっと、まあ、モチベーションが低下した時になんかそこをどうやって回復するかとか何か工夫してたことあります？あ、そうですね、いくつかあって、うん、まずはこの先ほど申し上げたように、うん、その通学で最低限ここではこの日はレックの渋谷校に行くっていうような曜日を決めていたので、うん、まあ、それをルーティン化してしまうと、うん、まあ、そのモチベーションがなんかすごいちょっと低くなった時でも最低限行くっていうことをすれば授業をこなせるっていう意味で、うん、まあ、それは良かったかなと思います、うん、でそれに加えて高校の時から知り合いで東大の同期だったその友達がちょうど田中クラスの1年合格コースに僕よりちょっと後に僕がいいよって言って紹介して入ったんですけど、あのそれで一緒に勉強するってことができたので、例えば授業を一緒に受けるだけじゃなくてその後なんか論文の問題を一緒に出し合うみたいなことをファミレスでやったりとか、そんな感じで一緒に勉強したりとかっていうことをしていました。そうですね、はい、
じゃああれ、あ、結局その方も受かられたんだよね。そうです ね、はい、ね、よかったよね。よかったですで、まあ、あとはあれだよね、あの、まあ、論文も提出あったしね、毎週ね。あ、まあ、そうですね、なんか毎週2通3通の提出だった、はい、あれしんどくなかった？あれしんどかったですね、はい、結構締め切りギリギリとかになってしまうこともあったんですけど、うん、まあ、でも、まあ、絶対 やんないと添削してもらえないっていうのがあったんで、うん、もう絶対やると、うん、で やるとも、それ以外やって なくても、あの、最低限これだけやってれば、あの、まあ、一応やったと。勉強、何かしら、今週はしたっていうようなことで、うん、まあ、なんか、勉強何もしてない、どうしよう、みたいな感じのモチベーションの低下みたいな、うん、ネガティブスパイラルみたいなことは、うん、あの、起きなかったと。言ってんでよかったですね。出さないでっていうか、先送りにしたら結構ね、大変だよね、ちょっと。いや、そうなんですよね。最初の段階、一番最初にさ、書いた時っても、うん、論文って何っていう状態でしょ、うんうんうん、でいきなり最初書く時、抵抗なかった？ありましたね。だからその、うん、とりあえずなんか試しに書いてみて、うん、それで添削受けて、うん、なんか、まあ、こんなことは書かなくていいのかとか、こういうことは書くべきなのかみたいな、結構形式面とかも、うん、論文のどうやって書くかっていうのも、うん、あの、最初分かんない状態で、なんか、まあ、弁護士のオンザジョブトレーニングじゃないですけど、うん、まあ、とりあえず書いてみるみたいな、そうですね、そんな感じで、あの、よかったですね。なんか結局、あれでもね、いつの間にかだんだん分かってくるよね、あの、そうなんでね、そうですね。それで結局、なんか、答練とかもやりながら、だんだん分かってくるみたいなところあるから、はい、まあ、分かんないまま書いちゃうのもあるよね、という気がします。はい、そうですね。で、そうすると、まあ、大学生の1年生だから、まあ当然必修であったりとか、まあ、まあ東大だと前期だから、まあそれが一般教養とか入れていくじゃないですか、科目とか。ありましたね。その中で日常生活のリズムとしては、まあ大体なんかその入門講座がまあ入ってる頃とかを含めて、まあどんな風 なんか生活リズムでした？学習は。そうですね、まあ、一番忙しかったのはその最初の入門講座があるこの、まあ、4月に始まって、まあ、12月頃に終わったと思うんですけど、その、あの、期間が一番忙しくて。その期間はあれだよね、入門が3コマあって、論文対策で論文の合格答案っていうのが2コマあって、論文指導1コマだから、まあ、6コマだよね。でかつこの大学の必修がいっぱいあるっていうことで、うん、結構忙しかった時期なんですけど、うん、まあ、そうですね、まあ、まず授業がある日、まあ、うん、平日だったらそれこそ5限まで授業があって、うん、その後10時半くらいまで授業はレックであったんで、うん、まあ、そういう意味であんま、まあ、授業以外やらなくていいっていうかとりあえず授業行って受けるということですね。それがやれない、ね、やれないですねで、休日は、うん、まあ、その授業がない日とかは、うん、日曜日は、合格トーンあったんですけど、うん、僕は通いじゃなくてこの録画で見てたので、うん、まあ、その時間があるときに、うん、その合格トーンってこの論文対策の授業を、復習したりとか、授業を実際受講したりみたいな感じで、うん、まあ、その論文の知識の穴埋めみたいのを時間のあるときにやるみたいな感じでしたね。はい。で、まあ、忙しいのがやっと終わって、うん、まあ、ちょっと1ヶ月くらい休みがあって担当みたいな感じのスケジュールだったと思うんですけど、うん、その期間になっていくと、うん、まあ、大学の授業もそんななくなって、うん、だいぶ時間の余裕はあったかなと思います。で、その、箇所分時間が増えたので、うん、まあ、その、担当の過去問を、すごいその、繰り返し周回するっていうのと、その論文対策っていうのを、まあ、並行してやるというような感じで、うん、まあ、なんか時間があったら、とりあえずなんか論文やるかとか、うん、この、なんかチェックシートって言って、その、要点だけ掴んで、うん、この、論証集の余分なところを除いたみたいな、うん、あのテキストがあるのでそれをなんか繰り返し読むみたいな感じで、うん、まあ、そうですね、まあ、遊ぶ時とかはあったと思うんですけど、うん、まあ、その時間があって勉強する時はとりあえず何かしらやるみたいな感じで、うん、まあ、こなしてたというような感じですね、うん、ちなみにそのじゃあ時間数ってあんまりまあ人によって違うから、うんうんうん、まあ、あまり絶対的なものはないけど平均的な勉強時間というのは大学1年生2年生通じて大体どのくらいでした？あ、そうですね、まあ、結構勉強しない人、うん、勉強する日のムラが、うん、結構ある人だったんで、うん、まあ、なんかちょっと一概には言えないんですけど、まあ、平均したらこの授業が3時間半あるんで、うん、まあ、そういう意味でその他の日も同じくらいをやるっていうような意識で やってたはずなので、うん、まあ、平均したら1日3時間から4時間くらい、うん、4時間くらいはやってたんじゃないかなっていう気がします、うんうん、それは講義の部分と、あ、講義も含めてです、はい、そうするとまあ日頃コンスタント講義やる日は講義だけみたいな感じ。そうですね、はい、で講義ない日はまあ大体それに対応する部分ぐらい勉強してるって感じ、うん、そうですね、はい、直前期どうでした？あ、直前期はもっと全然やってました、うん、もう担当の直前期とかはもう
そうです。がっちりだろうね。そうですね。担当以上に論文が大変でしたね。ちょうど論文の頃はちょうど夏休みだったんですよ。夏休みだから。もうほぼずっと勉強してましたね。はい。勉強しかしてないぐらいの感じ。そうですね。最後の2週間とか、うん、本当模試に行く以外外に出てなくて、うんうん、みたいな感じでしたね。ちなみに大学が1、2年だから、はい、まあ、ちょうど例えばまあサークルとかバイトとか、はい、まあ、あとはいろいろ遊び行ったりとかあると思うんですけど、大学との両立ってどうでした？あ、そうですね、サークルは、うん、まあ、ちょっとだけ所属してたんですけど、うん、あんまり参加してなかったので、うん、主にこのバイトと大学の授業かなと思うんですけど、うん、まあ、その大学の授業はまあ必修があるので行くと、うん、でそのでとりあえずその大学の授業と一緒に、まあ、ちょっとさっき、うん、あの触れたと思うんですけど、まあ、授業入門講座の授業を組み込むみたいな感じでやってました、うん、でそのバイトも、まあ塾講師を、うん、まあ、1年生の頃とかはやっていたので、うん、まあ、それも、まあ、なんか毎週同じ例えば木曜日の、うん、4時半からみたいな感じで決まっていたので、うん、まあ、そんなになんかこのスケジュール感的になんか毎週同じようにこなしていくっていうルーティン化できていたので、まあ、なんかそんなになんかそれが、うん、勉強の妨げになるとかそういうようなことはなかったかなと思います、うん、じゃあそれ、じゃあ大学生活とはまあ結構両立したとは思うんだけど、まあ、そうすると、まあ、その担当論文口述って形で、まあ、試験受けてくじゃないですか、まあ、それなりにやっぱりあの勉強方法って人それぞれ違うので、はい、やっぱりすごく具体的なところを聞きたくて、担当はどうでした、はい、どんな勉強法を取りました？担当は、まずは先生の授業を聞くと、うんうんうん、で最初はなんか予習もしてたんですけど、うん、知らない知識が多すぎてこれは無理だってなったんで、うん、とりあえず授業を受けて、ああそういうもんなんだって納得するっていうのが多かった、うん、あの一番やってましたね、まあ、あの刑法とか簡単なところは予習はしてたんですけど、うん、まあ、その分復習を減らすみたいな感じで、うん、まあ、あの細かい商法とか、うん、でそういうところは訴訟法とかね、訴訟法はもうあれですね、もうとりあえず授業に来て受けるということをしてました。でその後は本当にもう何回も何回も、うん、あの過去問を解いてもうこの知識をまあ入れるっていうような感じで、うん、多分合計で 4,5 回は多分各科目やったんじゃないかなと思います、うん、ちなみに、まあ、合格あれ担当合格講座だと過去問をまあ全部回すっていう、まあ、コンセプトだけど、過去問以外に何か手出したりしました？あ、担当に関しては何もしてません、うんうん、なのでもう過去問をとにかく潰せば担当は受かるかなと、うん、ちなみに受けた感覚として、まあ、担当の過去問だけをとりあえずやって、まあ、やるって言ってもやるの定義がいろいろあるから、おそらく、まあ、しっかりと自分のものにするっていうレベルまでやってるとは思うんだけど、その素材として担当の過去問を、まあ、ある程度自分のものにして、まあ、受けた感覚として、それ以外やっぱり事後的に考えた時に、あ、もっとなんかやっときゃよかったとかそういうのあります？いや、一切ないですね。でそれには2つ理由があって、うん、1つは本当に過去問からの同じようなこの問題、うん、知識を問われている問題がほとんど、うん、っていうか、まあ、6、7割はそれだと思うので、うん、それこそ民法は僕満点だったんですけど、うん、もう分かんない問題なんて2問くらいしかなくて、うん、それ以外全部過去問で見たことあるみたいな状態だったので、うん、もうその点で過去問さえやれば問題ないかなっていうのが一つです、うん、で二つ目としては、まあ、仮に分かんないというか、うん、過去問で出会ったことない知識だったとしても、うん、この過去問ってこのなんかその足別じゃなくてその問題として解いてたので、うん、そうなると、まあ、その何回も問題形式で解いていくうちに、うん、そのあこれとこれの組み合わせ的にこれ違うなとか、うんうんうん、そういうなんかその本番と の, なんかその慣れみたいなのは過去問解くだけでもつくので、うん、まあその何ですかね、このなんか論理的にこれは違うとか、うん、あのこれとこれの組み合わせは違うとか、そういうのが分かっていくと、うん、あの本番でも結構なんとかなるというようなこともあります、うんうん、なので過去問が一番大切ですね。そうだよね、はい、あのちょっとなんか文章を読んでてこれ 何を聞いたい足なのかっていうのが分かんない時も他の足から考えて、これこのジャンルのこの辺の聞いてんだろうなみたいなのってなんかありますよね。ありますね。でまあ、実際そうするとまあ担当はまあとりあえず突破をして、あでちなみにこれあの一般教養って勉強しました？あ、一般教養全く勉強してないですね、うん、はい、特段なんか やった方が良かったとかって思います？あ、ないですね、まあ、特に僕は大学受験を、うん、まあ、この1年前にやったというようなことだったので、まあ、結構その大学受験の時の知識、うん、まあ、英語も含めてあったということで、うん、まあ、特別なんかやる必要はないかなと思いました。ちなみに法律科目でも何点ぐらい取れてたんだっけ？
法律確か合格点170で、うん、それよりちょっと及ばずで165から5、うん、5よりちょっと多 い, みたいな。それとも法律科目でもほぼ確定できるってとこまで行ってたって感じ。そうですね、はい。じゃあ今度は論文なんですけど、まあ、時期的には論文は直前期もあるけど、はい、まあ、担当より前の段階で多分論文対策始めたじゃないですか。そうですね。なんか論文のなんか具体的な対策法とか、なんか勉強の仕方みたいな、なんかこれはっていうのがあります。あ、そうですね、まあ、とにかくまずは論文指導、うん、あの過去問を、うん、まあ、田中先生の指導の下で、まあ、分かんないなりにやると、うん、あの入門講座受け切ったすぐからもう過去問は結構この解いていくっていうのが、まあ、一番そのなんていうかこの繰り返し解く中で勉強を覚えるみたいなことあるので大切かなと思います。でもう少し、具体的に説明すると、その論文で指導がどうして大切かというと、うん、まあ、形式面が大切だって先ほども申し上げたと思うんですけど、うん、まあ、論文の型であったりとか、うん、あとはその自分で書く中でその、どうしてもそのこういう規範があって、でこれ当てはめをするよねみたいな、うん、問題で解くなんか実際書いていくうち、うん、書きながらじゃないと答案構成でそんな細かく検討することって結構難しいじゃないですか、うん、なので実際書くっていうのがすごく大切で、あの考えながら自分の中で論理構造を組み立てていくみたいなことは結構訓練として良かったかなと思います。で、まあ、でもかとそうは言ってもこの過去問だけだと知識としては14年ぐらいしかないからね。そうなんですよね、不十分なので、うん、もうそれを補完するという意味で、うん、そのまあ合格答案、この論文対策の講座を、うん、まあ、受けると。で、うん、なんか、まあ、受けて何回もそれをこの先生のこのレジュメの、うん、書いたものが PDF、まあ、答案構成が PDF としてもらえるので、うん、まあ、それをこの繰り返し見ながら、うん、まあ、自分でもこの書いて答案構成書いたりとかっていう感じですね。最終的にはもうやっぱり過去問とか合格とは、まあ、合格とも何百もあるじゃないですか、はい、最終的には達成 的なところで言うと、はい、見た瞬間パッというレベルまで行きました。あ、基本的にはできます、うん、できました、うん、そうですね。じゃあやっぱりもう周回して、はい、もうその回答までの流れみたいの、まあ、いわゆる定石問題みたいな感じでもインプット固めていくって感じのスタイルですかね、はいはい、そうですね。大体、まあ、周回数もこれ人それぞれですけど、なんか周回数はなんか何周とかっていうのは。ああ、そうですね、全体で多分論文の試験までに多分5回くらいはやってるはずなんですけど、うん、その中でそのどの何回目でどのくらいの知識が定着したかっていうところで言うと、うん、例えば3回目くらいで、うん、なんとなく、まあ、2、3回目で大体論点っていうか、ここが問題だなっていうところを指摘するところくらいまではできるんですよね、うんうん、なのでそこが結構一番大切かなと思ってて、うん、何が問題かっていうことをすぐ瞬時に分かんないと、うん、その後のそのなんかデタラメなこと書いてしまうっていうことがあるので、うん、まあ、それがまず、まあ、できたかなと。でその後 4,5 回目はその後のこの細かな、うん、規範 の、うん、あのまあ、細かいこの言い回しであったりとか、うん、あとはその論理的にじゃこれがあるならこれも必要だよねみたいな、うん、その、まあ、もう少し細かい知識を入れていったというような感触ですね、うん、はい。ちなみに選択科目は何？経済法です。なんか経済法を取るきっかけはさっき その最初に伺ったようなところと関係するのか。そうですね、やっぱ興味分野としてもともと競争法を興味持ってて、うん、ゼミとかも行っていたので、うん、まあ、経済法一択かなという。もう最初にもうやることはもう経済法で行くって決めてた。あ、決めましたね。なんか具体的な対策はいつぐらいからやりました、はい、予備試験対策としての、あ、そうですね、予備試験としてはもう主には担当終わった後というような感じで、うん、ちょっと基本書は担当前にパラパラと、うん、読んでたりとかしてたんですけど、うん、そんな感じです。だからどういう対策をしました？一番大切なのはやっぱりその基本書、うん、過去問を読むっていう、うん、まあ、基本書も大切なんですけど、まあ、その基本書だけだとなかなかその、うん、知識としてはつくけど実践形式はというようなところがあるので、うん、まあ、過去問をやるというところですね、うん、でどうして過去問大切かというと、あ、てか有用かというと、司法試験は出題趣旨と採点実感がこの予備試験と比べてものすごい詳しいので、うん、それだけ読んだだけでも何が求められているのかっていうのがすごく分かりやすかったと、うん、いうことです。で、まあ、それに加えて、まあ、そのなんていうかそのいわゆるこの規範というか、うん、あの論証みたいなところっていうのが、うん、まあ、採点実感とかだけだと分かりづらい部分があるので、うん、まあ、それを演習書の解説などを使って、うん、まあ、補うというような感じで勉強してました、うん、そう、まあ、論文がまあ実際2日間あったじゃないですか、はい、受けた感覚的にどうでした？これ行ったって感じでした？受けた後
全体を通じてですか。あ、そうですね、僕はもう絶対受かったと思ったんですよ。でどんどんなんか友達と答え合わせしていくうちに、あ、厳しいんじゃないかなっていうような感じ、どんどん自信が失われていくっていうような感じ。じゃあ、まあ、ある程度じゃあ論文対策としてやることをやった時に、まあ、受け終わった後は、まあ、ある意味、まあ、充実感というか、なんていうのかな、ある意味の達成感みたいで得た感じで試験は終われたっていう感じ。そうですね、はい。でまあ、実際に結果も良かったよね。そうですね、うん、結果もびっくりするから良かったって、うん、ね、自信がどんどん失われていって落ちたんじゃないかって思ったところからだったんで、うんうん、はい。まあ、それでもた、じゃあでも、もっと論文ある程度まあ受かってるっていう可能性はまあ当然あの残したままで、その4ヶ月、うんうんうん、あのちょうど採点してる間のいわゆる発表までの4ヶ月だった。その期間なんか勉強しました？さっき言ったその友達で同じ参加クラスにいた子がいたんで、その子と一緒にあのたまに口述の過去問をレックから問題でもらってたので、それを一緒に質問し合うみたいなことはちょっとたまにやってたんですけど、週1とかで。それ以外何もしてませんでした、うんうん、じゃあもう試験である結果が出てから、じゃあ口述やるかみたいな。そうですね、もう本格的にはそんな感じ。そうすると、まあ口述は2週間ぐらいしかないですよね、確かに時期的に。今年は 1ヶ月あったんですよ。そうかそうか、ちょうどあの合格発表年末年始は。そうそうだね、そうです。だから少しあの期間はあるんだけど、その期間は何やりました？あ、そうですね、うん、まあ、刑事と民事で分かれるんですけど、うん、まず刑事は、まあ、各論の実態法、刑法の知識が必要だということで、うん、まあ、基本刑法の2を、うん、まあ、みんなやってるので、うん、とりあえず読もうということで読みました、うん、あとは刑事手続きについては、うん、まあ、そんなに難しいことっていうのは聞かれない上に、うん、まあ、論文指導でもう過去問解いてたら、例えば何ですかね、あの主張関連証拠とか、うん、類型証拠開示請求とか、その辺はもうすでに知識としてあったので、うん、まあ、そんなに難しくなくて、うん、まあ、補完的にレックの刑事実務のテキストを読むというような感じでした、うん、で民事については、まあ、みんなやってるので大島も読むと、うん、これはあれですか、予備試験生向け の, あの基礎編っていう。あ、上巻を読みました僕は。あ、やっぱそう、皆さんあれだね、あの結構フルスケールのやつよね。そうなんですよね、うんうん、どうせ読むならそっちの方が、うん、あの 司法集中とかでも使うかなと思って上巻にしました、うん、僕は。重くなかった、読んだ時に。いや結構時間かかって、うん、そ、大島もまあ、でもその、論文合格の前にちょっと読んでたんですよ、うん、1週くらい、うんうん、なのでそれでなんとなくそのあこんなもんかみたいなところは体感としてあったので、うんうん、まあ、それは楽だったかなと。じゃあ口述はまあ受けた時どう、緊張しました？緊張はそんなにしなかったですね、うん、はい。なんか、まあ、結構特殊な空間じゃないですか。いやですよね、うん、はい。でもう受け終わった後は、まあ、ある程度結果はなんか、まあ、自信あるなしってなかなか難しいけど、まあ、そんなに心配しなかった感じですか？うん、まあ、合格、不合格者数がすごい極端に少ないので、さすがに入っていないだろうみたいなところあったんですけど、うん、2日目の民事が結構難しかったので、うん、まあ、ちょっとこの一末の不安を残しながら2週間くらい過ごしました、うん、これからあれか、予備試験まあ合格して、はい、で司法試験今向かって勉強してるって感じだと思うんですけど、今はなんかどういう勉強してるんですか？あ、今勉強ですか、うん、まあ、あんまりしてないっていうのが正直なところなんですけど、どっかでももうあと4ヶ月。そうですね、さすがに、うん、3月の最初なんで今、うん、もうまあ、ちょっといろいろ事務所訪問とかが今あるので、うん、ちょっと忙しいってところもあるんですけど、うん、まあ、3月の下旬くらいからまた時間がたっぷりあるので、うん、勉強しようかなと思ってるんですけど、うん、ちなみに何やる予定ですか？そうですね、やることとしてやっぱ過去問ですかね、うん、とりあえずの一通りの知識はもう予備試験でついてるはずなので、うん、それを、まあ、まあ、思い出しながら補完していくという意味で、うん、まあ、過去問をとにかくやり、うん、あと分かんなかったところとかは、まあ、ちょうど3年生だと実態法の、うん、例えば行政法とか家計法、各論とか、うん、そういうところは全部あの大学の授業であるので、うん、まあ、授業をちゃんと出席をして、うん、ちゃんと勉強したいかなと思ってます、はい。まあ、それはまあちょうどこれから司法試験向かって、まあ、レックとしてもまあ最初勉強を始めるところから、まあ、ここまで、まあ、一緒に歩めたと思うんですけど、はい、まあ、なんか、まあ、レックってどういう存在でした？いや、そうですね、うん、この結構1年半といっても自分の中で一から始めるって中で結構長い道のりだったかなと思うんですけど、うん、まあ、その中でもまあやる気なくなったりとかっていう時もあった中で、うん、まあ、そのまあこう合格への道筋をまあこれだけやっとけば大丈夫だろうみたいなところでちゃんとサポートしていただけたというのは非常に大きいかなと思います、はい。でこれからまああの、まあ、ちょうどまあ大学に入って初めて勉強されてるっていう、それでまあ今司法試験に向けてっていう勉強してると思うんです。
ですけど、これから、まあはい、まあ、多くの、まあ、学生になろうとする人とか、まあ、学生の、まあ、方々が、まあ、予備試験目指そうかなとか、まあ、もしかしたら 今予備ルートもあるし、あの放送コースでの、まあ、法科大学院でのルートもあると思うんですけど、まあ、あの予備試験法科大学院ルートで、まあ、司法試験目指されるっていう方が結構いると思うんですね。でそのような、まあ、それをちょっとどういう勉強できるかな、不安だかなみたいな方とか、まあ、どういうふうに勉強するのかっていうところで今情報収集している方とかも結構いると思うので、はい、なんかそういう、まあ、学生の皆さんに向けて、まあ、どういうふうなあの勉強の仕方であったりとか、まあ、もしくはその考え方とか、まあ、そういうのでなんか伝えられるメッセージがあったらぜひお願いします。そうですね、あの法律を勉強する上でその初学者であればなおさら、うん、この方向性というかどういうふうに勉強するかっていうのが、うん、まあ、かなり大きいんじゃないかなと、うん、まあ、その短期合格っていうことを考えると、うん、特に大事じゃないかなと思います。でその大切なことというのは、まあ、僕が思うに、うん、まずはその全体を、まあ、先ほども申し上げた通り、まあ、どういうような法律があるのかと、うん、どういうふうにあの、まあ、その構造になっているのか、どういう問題があるのかっていうような大まかなその構造というか、うん、その外観をちゃんと掌握をしてそれを理解するっていうのが一番大切で、まあ、それはどうしてかというとやっぱりモチベーションの維持っていう観点からも大事かなと思います。なのでそのやっぱりこの入門をとにかく受け切ると、その何が何でもとりあえず全体を、まあ、あの見られるようにするということが一つ、うん、でもう一つはやっぱり法律の論理の組み立てっていうのは、うん、その日常会話とは全然違うような、うん、まず規範があって、でどういうような事案のがあってこの具体的事実があってそれを評価すると規範とどういう組み合わせ、規範とのどういう関係性があるのかということっていう、この普段の日常会話ではあまりこのしないような頭の使い方をするので、それをちゃんと理解できる、あの教えてくれるようなその、うん、講座であったりとか、まあ、先生の指導を受けるというのが、うん、まあ、すごく大切だなと思います。で、まあ、それを踏まえますと、あの、まあ、ちょっとこのレックの、あの、合格インタビューということで、レックを宣伝すると、うん、あの、まずその大まかな理解をして入門を受け切るということは、まあ、通学であればなおさら、うん、まあ、そんなに無理のないカリキュラムで1年合格コースは組まれているはずですので、まあ、その点で入門を受け切るっていうのは、非常にこの、しやすい、予備校なんじゃないかなと思います。で、もう一つの論理の組み立て方なんですけど、まあ、その田中先生がもう入門講座から全部その担当されているっていうことなので、うん、まあ、田中先生がどうやって考えているかっていうのがよくわかると、うん、でそれでそれを踏まえて論文の指導をしてくださるっていうことなので、うん、まあ、そのどういうふうにこの問題を見たとき考えればいいのかっていうことが割とこの早めの段階で自分の体の中に入っていくという点で、まあ田中コースっていうのは非常におすすめかなと思います。なのでまあそうですね、あの1年合格コース、1年合格した、1年で合格したかったら田中コースに入りましょうという感じで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます、まあ、確かにあれですよね、あの、まあ、あのさっき出てきたのですごいあの感慨深いなと思ったのは、その法律の思考過程って日本語であって日本語でないよね。ああそうなんですよね、うん、はい、だから、まあ、受かるなっていうふうにやっぱ思うレベルに達する人っていうのはそこが多分ネイティブになってるんだよね、うんうんうん、おそらくその法的な思考っていうのはもう端的にその、まあ、いわゆる定義規範みたいなものと事実ってものをつないで評価を縮めて結論を出すっていう、うんうんうん、その流れが多分一番最初っていうのは多分なんでこんな当たり前のことを書かなきゃいけないのみたいな、うんうんうん、それなんでそんなことを書くのっていうところが多分あったところが、これだんだん書かないと気持ち悪くなるんで、うんうん、書かないと論理飛躍じゃんみたいになっちゃったりするっていう、うんうんうん、なんかそこのネイティブでなんかやるっていうネイティブな感じでそこができるようになるっていうのはすごいなんか重要なのかなって、やっぱり聞いてて改めて思いました。そうですね。でちなみに最後になんですけれども、まあ、通学で、まあ、一応レックで、まあ、さっきなんか押してもらったんだけど、はい、どうですかね、大学生で独学でその予備目指すっていうのは現実的にどう思いますか。あ、なんかツイッター上で観測するんですよね、うんうんうん、なんでなんかいやすごいなって思うんですけど、うん、まあどうなんですかね、相当能力が高くないともいいんじゃないかなっていう、あ、能力が高くてモチベーションが異常に高い人じゃないと難しいんじゃないかなっていうような感じができそうでした。もし独学だったら、いや少なくとも2年生で受かるのは結構厳しかったんじゃないかなと思いますね、うんうん、まあ、授業も受けつつ、まあ、なんかロースクールをなんか見据えつつ、まあ、自分で勉強して 3,4 年で受かるみたいなのはもしかしたらできたかもしれないですけど、うんうん、まあ、今の段階じゃ多分無理だったかなと思います。はい、はい、それではね、これからまた司法試験もありますので、まあ、はい、ぜひここからまだ気を緩めずに、そうですね、司法試験合格に目指してまた頑張っていただければと思います、はい、ではそれではですね、今日の、令和5年予備試験の、最終合格者の方へのインタビューは以上といたします。それではありがとうございました。ありがとうございます。